ここのバイクチャレンジは2つ残ってるんやけど、1個目はもう持ってるジェロニモの11回クラッシュだけ。だからジェロニモって一番クラッシュしない車やし、俺何よりも休憩所発見でめっちゃここのコース走ってるから、多分全然余裕でクリアできると思うんですよね。余裕でっつっても、だから記録狙えないから全然意味のないというか、見る価値のない動画になる予定なんで、これに一応ね、休憩所を先に発見するという順番を守りながらやってるから、これにこれた、つまり休憩所を発見できた動画が1個前にあるんですけど、そこが俺自力で見つけられなかったんですよ。で、ビオラさんという人に協力してもらったんですけど、その動画になってるんで、ぜひそっちを、ね、この動画よりもそっちを見てほしいかなと思いますね。これだってあんまり難しく、うわ、すげえ飛んだ。あんま難しくねって言いながらめっちゃ失敗してるんですけどね。2時間やってるのにね。なんでこんな失敗するの？下手になってるな。まあいいや。そっちの動画を見てください。ちなみにジェロニモやとさ、まあ、ジェロニモでこう検索してたらさ、こう今のところの下のところとかもバーって進んでいけたり、ここも降りれるんですよ。そうすると、どっちも違うトレイルに行ってる気がして、大丈夫なのかなと思いますね。でも、もしかしたらフリーライダーでジェロニモで行くと、すげえ近道がどっかにあって、めちゃくちゃ速くなったかも、なるかもしれない。4秒も遅いとダサいよね。さすがに4秒も遅いのはダサいよね、いくらなんでも。まあいいや。ジェロニモの方がしかも走りやすいのにやで。この当時はまだ最初のチャリンコ乗ってたと思うでさ。うわー、だっせ俺。大丈夫？ここはちょっとかっこよくいけるぞ。いけるね。おお、ここはちょっと速くなったわ。あそこはジェロニモみたいに突っ込んでいけなかった記憶があるんで、最初やった時は。ここもまっすぐこうやっていけるからね、これ多分いってなかったと思います。でも速さは追求してないんで、クソ動画だと思いますね。ここも降りれるんかな。降りれるか。おお、思ったより微妙に降りた。速なってないんか今ので。あれ、びっくりしちゃった、速くなってなくて。なんかこの辺通れそう。多分ジェロニモならあそこまっすぐ突っ切ることもできると思いますね。あ、危ね。負けてる。で、クリアできましたね。だからあんまり3700、いい動画ではないんで、1個前を見てください。次のボアっていうのを、ボアって読むんかな、あれ。どういう車かだけ見て終わろっか。ベアーかな。どうやって見れたっけ、これ。あ、ボアだね。分厚いタイヤでラフなオフロード。これだから、難なくって書いてある。ジェロニモは高低差を大丈夫になるよね。高いところから飛べるってやつ。で、これはオフロードっていうのは、だから緑色のところなんだな、多分。そういうことね。OK です。